listening to Shibuya Cross FM.こんばんは。11月7日アーティスト M のお時間です。キャプテンの太陽翔です。バキューン。こんばんは。マネージャーのフォンチーです。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして一緒にアーティストを応援してくれるカリニューブです。これ並び位置は変わらないのね。いつも。もうこれ決定なのね。はい。それではアーティスト演舞スタート。の当番はマコマロとお嬢とアミティです。はい、はい、こんばんは。カリニューブのマコマロとお嬢とアミティです。よろしくお願いしま す。なんかどうやらアミティが私の席を狙っているみたいで、はい、全然やりなよって言ったんですけど、すごいのか私の真似するんですよ。ちょっとやってみてアミティ。こんばんは。マネージャーのフォンチーです。この夢はあ、間違えた。この夢はっていきなり夢の話だ。今の聞いて思いました、絶対譲りません。フォンチーさん開始2秒前ぐらいまで来ない。そうアミティやりなよやりなよって言ったんですけど、フォンチー焦りました。やればいいのに。今度ちょっとやらせます今度。勝手に。はい、はい、では今日のテーマトークに行きましょう。今日のテーマは鍋の日です。鍋。はい、明日じゃない、今日ですね、うん、今日です。今日11月7日は鍋の日です、うん、食品メーカーヤマキが制定いたしました。この日が立冬になることが多いからだそうです。なるほど。シンプルですね。シンプルです、ね、理由は確かに。鍋みんな食べます？食べます。このメンバーと卒業したアイタンで鍋パしようって言ってるんですよ、はい、そうそう。まだちょっと実現できてないんですけど。はいはいはい、はい、ちょっと問題点がありまして、まあ、あ、なんかこのメンバーでの問題。そうです。ってことは決まってるんですけど。なるほど、うん、その際に、はいはい、やっぱ出汁、あ、大事になってくるじゃない。出汁の好みが合わないんですよ。そう、みんなに。だって鍋って出汁種類ある？結構あるんですけど、うん、まあ、大体女子といえばこういうの好きだろうなみたいなのが、うんうん、一番びっくりしたのがみんな昆布出汁を知らないんですよ。昆布だしって、いや私が、うん、食べっぱしようみたいな、とりあえず昆布だしでしょって言ったら、うん、昆布だしよかった、昆布じゃなくてよかった。さすがに昆布は知ってます。昆布はない。昆布だしがベースじゃないの？結構いや、みんな的には別にらしいですよ。そう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 。で、多分皆さんもこっち側ですよね、うん、めっちゃうなずいてますよ。そうですね。まあ、昆布だしが、まあ、まあ、魚介のところもあるかなっていう感じ。まあまあ、確かに魚介の方がちょっと癖があるから、多分昆布だしの方がまあスタンダードなイメージ。それぞれ好みが違うんですよ。全然。マコがなんだっけ。私、キムチと豆乳鍋やりたいんですよ。いいよ、いいよ。キムチ、まあ、チゲと豆乳。いいよね、美味しいよね。辛いのと、あのマイルドな感じでやりたいんですけど、まあ、結構ベターというか。そうです。でも、マコの好みに後ろのと横の二人が合わないんですよ。二人が合わない。どういうこと？私は、まあ、チゲは好きなんですけど、豆乳が嫌なんですよ。あそう。で、アミティが、私はあの豆乳大好きなんですけど、キムチ嫌いなんで。そうそうそう。どっちもだから結果多分やらない方がいいんですよ。あ、でもだからあいつら二つに割ればいいんじゃない？2つに割る予定でチゲと豆乳って言ってくれたんですけど。え、だからチゲと豆乳にして、だからチゲだけ食ってないじゃん。あ、そういうこと。確かに1種類しかなくなっちゃうけど。確かに。2つに分けれる鍋をよ、なんか2つぐらい買えばいいんじゃないかな。あ、そしたら4つの出汁で楽しめるかな。もうそしたら1人鍋でいいじゃん。いや、僕実は鍋そんなになんですよ。
なんか珍しいって言われるんですけど、まあ、おでんとかを鍋って言われたら、まあ、好きですけど、しゃぶしゃぶしゃぶとかすき焼きを鍋って言われたら好きですけど、ちょっと温野菜があんまり得意じゃないので、美味しい。だからあとはやっぱその味の好みの違いとか、っていうのもあって、まあ別になんか普通に一人で良くないみたいな好きなもん食べるのよくないみたいな、みんなでガールズトークをしながらこう鍋を包むのが楽しいんじゃない。だってあいつ肉いっぱい取ってんなとかあるじゃん。それはもしかしたらあるのかな。いやアミティとかだってさ、ね、肉いっぱい取りそうじゃん。いやいやいや考えずに考えずにいきそうじゃん。いや絶対みんなが、うん、食べなって言ってくれると思う。いや多分全然まことかは気にすると思う。いや私は気にしない。まこまるとかは気にして、はい、ちょっとなんか配分考えて一、はい、人2枚かなとか心の中で思い考えるけど、普通にガッツリ3とかいきそうじゃん。いや今日とかもいろんな味があるマカロンを、うん、あの差し入れでいただいたんで、うん、みんなで食べたんですけど、真っ先にアミティが2つ持っていきました、うん、しかも一番人気そうなやつね。だって1種類しか味がないのに持ってっていいよって言ったらすぐ持ってったんで、あ、2つ持ってく、潔くていいなと思いました。めっちゃ面白かったですね。めっちゃ面白かったよね。まあまあそういうのがね、あとはなんかみんなで続くっていうのがね、あんまりちょっと僕は得意じゃないので、まあ今のこの時期はちょっとあれですけど、なんか楽しくないですか、みんなでなんかつつくのが、なんか一つの鍋囲んで、うんうん、いいですよね。たやさん寂しい人生です。そんなことない。そんなことない、でもこれあの昔バンドのメンバーとスタッフで鍋やった時も、僕鍋あんま好きじゃないんだよねって言ったら、みんなにえ、鍋嫌いなやつっているのって言われて、もったいない。え、すき焼きとかでもダメですか。あ、すき焼きはでもいいんですけど、で、何が具材で何が好きって言われたから、レンコンって言ったら、レンコンなんか鍋入れるのって。レンコン入れないですよ。買ってもいいけど全部食べてねって言われて、誰も食べない。俺ずっとレンコンばっかり食ってそれだったら一人で食べた方が早いですよ。一人自分の好きな味付けにするレンコン。確かにそれはある。そう、これからの時期じゃないですか、むしろ鍋って。寒くなったら美味しいですよね。ね、まあね、鍋パンする？しません。しましょう。めっちゃしたい。じゃあドンキで2つ鍋買ってきます。4種類4種類喧嘩ないように。喧嘩ないように。もういいよね、あの食わせりゃいいんだよ、もういっぱい買ってって。はい、はい、というわけで本日もタイキャプテンと私フォンチ、そして仮入部の部員たちで本日お越しのゲストを応援していきたいと思います。番組のフェイスブックページも皆さんぜひいいねをしてください。よろしくお願いします。では本日のゲスト紹介の前に一曲お聴きください。林真代さんで足の向こうへ。この道をただただ歩いてゆく、
それでは本日のアーティストを紹介いたしましょう。本日はジーニアス PJs のカズ AKA シャモアさんと黒田誠一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、ジーニアス PJs の、MC 担当しておりますシャモアと言います。キーボードとプログラミング、アレンジ等をしてます黒田誠一です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。ではまず、はい、シャモアさんのプロフィールを簡単に紹介させていただきたいと思います。はい、カズ AKA シャモア MC と、黒田誠一キーボードプログラミングギターを軸としたヒップホップバンド、ジーニアス PJs です。全編ラップまたはポエトリーをベースとしエレクトロニカ、ヒップホップを主体とした演奏でクラブカルチャーバンドカルチャー問わず数々の場で、活動しております。はいはい、そしてですね、黒田さんの、プロフィールも紹介させていただきます。黒田さんはですね作曲家でございます。はい、ヒューマンエクスペリメントレコードズの、代表です。うん、ジーニアス PJs の、鍵盤奏者ギタリスト、プログラマー、ミキシングエンジニア、プロデューサーなどなど、はい、やられております。はい、ズボンズのアルバム The Sweet Passion にシンセサイザーで、はい、参加しまして、はい、さらにズボンズ解散時にドン・マツオ・マッタイラ、これは吉尾さん、はい、吉尾の、壊れかけのテープレコーダーズと、とともに、結成されましたザ・ランドルフにギターでの参加を経て、はいはい、現在はですねドン・マツオマジック・マウンテン・バンドにも参加し、はい、ドン・マツオソロサードアルバム、アーカディア・ブルースでは、ギター・シンセサイザーとして参加しております。はい、さらにアールダー・マツ・マスターとともに、群馬ロックフェスティバル2012にて、バンマス・キーボードとして出演しました。はい、楽曲の制作すべての曲のアレンジを担当しております。うん、で DJ 活動は、2013年に西川口 のにあります、ライブハウスハートズハーツですね、はい、にて行われたザ・ブルーハーブ・ザ・ザ・テレフォンズや、グルグルトイロ2015などにも出演されております。はい、で昨年ですね、テレビ番組フリースタイルダンジョンでも話題のラッパー、ドタマさん、はい、そうです、イオンモール、栃木のラッパー2や、内科 MC スティーや、ささやくような絶叫、フジロックフェスティバル2017に、出演のドブロクや、2019年渋谷 WWW での 2days ワンマンライブも決定している、トイトイトイへの、楽曲プロデュースなどジャンルを超えて活動中でございます。はい、すいませんちょこちょこフォローしていただいて、ごめんなさい、すいません申し訳ございません。もう本当にこう数えきれないぐらい、ね、いろんな活動をされている、はい、はい、そんな黒田さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずこのジーニアス PJ というのは、はい、まあ、ジーニアスはなんとなくわかるんですけど、どういった感じのバンド名というか、多分皆さん PJs って、はいはいはい、いうところの意味があんまりわからないと思うんですけど、ね、うん、はい、お名前かなと思ったんですけどね。PJs ってあの、PJ、パジャマのことですね。パジャマ、あ、寝巻きってことですか。はい、で直訳すると、天才パジャマみたいな感じになっちゃうんですけど、はいはいはい、そのなんつうんですかね、言葉自体にあんまり意味はなくて、うんうんうん、その語呂合わせ的な感じだと思うんですけど、まあまあなんつうんですかね、僕らもともとあのこのジーニアス PJs っていう名前であり、はい、結成された状態からサブメンバーとして入ったメンバーなんですよね。オリジナルメンバーではないってことですか。そうなんですね。オリジナルメンバーさんがもともといらっしゃって、そうです、お二人はどちらかというとサポートとかアットファニューみたいな感じ で、そのグループを立ち上げた人がいて、はいはいはい、僕は手伝う感じで、はいはいはい、ちょっと手伝ってよみたいな感じで入ったのがきっかけですね。うん、あ、なるほど。黒田さんは、そうですね、そのメンバーの中に、自分の知人がいて、ギターで、当時ギターしか弾いてなかったんですけど、うんうんうん、ギターで入ってくれないかっていうので、呼ばれてやってまいりました。うん、なるほど。はい、っていうけど、メンバーさん、あのオリジナルメンバーさんは今は抜けば、みんなバラバラですね。お二人は右翼
曲折あって、はいはいはい、まあ、2人だけになんかあれですかね、ワンズさんみたいな感じですかね。そうですね、最近で言うと結構最近で言うと。でももう、その、ジーニアス PGS 自体がもう今20年近く、はい、そうなんですよね、はいはい、20年、はい、でお二人とも、まあ、音楽始めてからはだいたい25年ぐらい。そうですね、いい年です、うん、はい、20年間そのグループ。ちなみに言うとそのちょっと気になったのがそのバンドなんですよね。そのヒップホップのラッパーとかっていうので、いわゆるその グループみたいな感じとかではなくて、どっちかっていうとこうバンドサウンドっていう。そうですね、バンドサウンドと言われるとまたちょっと語弊があるとは思うんですけど、ああああ、まあそのバンドスタイルというか。そうですね、バンドスタイルっていう方が正しいですかね。ああ、そうですね、バンドスタイル。それが、まあ、20年の活動の中で、はい、お二人になられたタイミングっていうのは、2011年に、そうですね、もともと6人組のバンドで、はいはい、ギターが2人いて、ベース、ドラムっていう、はいはい、なんか普通の本当にバンドっていう形態でやってたんですけど、はい、その時にバンドのメンバーが4人脱退しまして、はいはい、それで、相方のシャモアと俺だけ、黒田誠一だけになりまして、へっていうのがあって今のスタイルになっていく形のスタートなんですね。まあ、2011年というのも、まあ、約活動の半分ぐらいは、うん、そうですね、そうです、もうそろそろ、そうですよね、あのバンドあと2年ぐらいでバンド6人編成の時よりも2人編成の方が長くなるっていう。そうですね、長くね。なんかこの あれですか、このメンバーさんが、まあ、4人抜けると結構バンド的には、そうですよね、はい、大きなお話じゃないですか。そうですね、あのちょぼちょぼなんですか、それともドンなんですか。ドンですね。あ、ドン、ドンなんすね。そうですね。なんか、それでお二人がそのある意味そのジーニアスピジーズを、はい、あの掲げて続ける、はい、決断をしたってことですよね。そうですね。へー、名前変えようとかって。いや、当初は全くそのもう新しいものをやるつもりだったんですけども、うんうん、でとりあえずっていう形でこのお名前もずっと引き継いでて、まあ、やってるうちになんかあんまりもう変えたりとかこだわるとこじゃないかなみたいな感じになったので、もうそのままじゃ行こう。名前を背負ったまま、名前を背負ったまま、はい、だもしかしたらこのメンバーさん、元メンバーさんとかも、はい、こう、まだ音楽とかやられてる方もいらっしゃる。そうですね、音楽やってるやつらもいます、うん、交流とかはあるんですか。交流とかもあります、うんうん、じゃあまあその名前を継いでやってるっていうのは、まあ、みんな知ってる感じなんですかね。あ、みんな知ってるでしょ、うん、それは交流取ってない人もいますけど、うん、別に仲悪くてとかじゃなくて、うんうん、みんな知ってると思います。うん、すごい、なんかあれですね、なんかその不思議な感じですよね。その、もともとオリジナルメンバーじゃないっていう。確かに。だからあれですよね、バンド、グループ名の由来とかも、そうですね、まあ、俺らが決めたわけじゃないしな、みたいな。なんかもう初めに聞かされた時、こういう名前決めたんだよ、かっこいいだろって言われたんで、まあ当時僕かっこいいとは思わなかった。ああ、そうなんだ。でも僕結構かっこいいと思いますけどね。いや、うん、どうなんですか。天才パジャマですよ。でもなんかジーニアスとその BJ パジャマっていう意味を聞いてからは、なんかそのなんていうか、ちょっと天才の方とかってちょっと抜けてるところがあったりとかするじゃないですか。あ、そうですね。なんかそういう雰囲気とかもこう見えて、なんかバキバキに固めてる天才じゃないみたいなところが、それはもう恥ずかしくなっちゃうね。うん、ちょっとかっこいいなと思って。ちなみにこのお二人になられてからは、そのまあサウンドメイクというか、あの楽曲とかっていうのはどういった感じで作られてるんですか。あ、その当時はそのバンド、本当にバンドって編成だったんですけど、もともと自分がその頃からちょっと聴く音楽とかが変わってきて、エレクトロニカっていう打ち込みってやつですよね、そういうのをバンドの中に入れたいって思ってて、今はそういうパソコンで鳴らすの と、生でドラムとかベースとかサックスとか入れる同期っていうんですけど、はい、っていうのをミックスしたような音で、音的にはそういう感じになってます。うん、まあ、サウンドは黒田さんの方が、はい、制作全部やってますね、はい、で、まあ、ラップを、シャモさんが、そうですね、とかです、ね、
詩は全般、うんうん、なんかどっちが先とかあるんですか、うん、基本でも僕が先っていうことが多いかな。そうですね、先はあまりないかもしれないですね、うんうん、まあ、この多分このラップスタイルの、まあ特徴というか、はい、結構僕とかメロディー の、あのフィールドで育ってきてるので、そのだからそのあれですよね、ラップというか歌詞ですよね、はい、歌詞というかリリックとかっていう、はいはい、が出来上がってそのイメージで楽曲を作って、そうです、ね、だから別にこっちに対してのメロディーっていうものはないので、結構そのイメージだけが触ってそのそうですそうですですよね、そうです、ね、結構なんかその中で自分がイメージしたの、まあいい意味でもあると思うんですけど、こうなんかこう結構なんていうんですか、歌詞のイメージで、はい、サウンドのイメージとかっていうのはあったりするんですか。合わないこともいっぱいあるよね。なので、うん、これは無理だね長くやる、あ、これは違うな、結構はっきりとね、これでもサウンド作る側も結構難しいですよね。メロディーがあればなんとなく、うん、あ、軽い曲かな、暗い曲かなみたいな。そうですね、へえ、それはでも、なんかでも逆にちょっと面白いですね。なんかそのなんかだから構築していく感じですかね。そうですね、そのまたこう一部の音を出してボツになっていったら、ここじゃないけどここもここの部分は共通できるかなっていうのでまた作っていって、うんうん、なんかどんどん組み立てていって、最終的にじゃあこの曲、うんうん、これねみたいな。いや面白いな。面白いですね。ちょっとやっぱ音楽が聴きたくなってきちゃって、はい、早速曲を聴かせていただけたらな。ありがとうございます。1曲目がピープルという曲なんですが、はい、どういった楽曲になってますか。ですね、もともとこの詩は結構昔から持っていて、まあ結構もう20年ぐらいラップでやってると、うんうん、いろいろテーマ、うん、いろんなテーマについて歌うじゃないですか、うん、でだんだんやっぱり年取ってくると、うん、なんかそのテーマに固執してくるんですよね、うん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 、その歌う詩を書くにしても、うん、で僕が選んだのはやっぱりその生と死みたいな、うんうん、そういうテーマについてもう今後僕はこれしか書かないだろうなみたいなっていう感じで、まあいろいろな曲を書くんですけど、でその中でなんか今回コロナとかあったじゃないですか、うん、でそれがあったので相方がこれを出すのは今なんじゃないかみたいな感じで急遽パッと音を作ってきて、じゃあこれを撮りましょうっつってできた曲なんですね。気になる。じゃあ今のこの時期だからこそぴったりの曲ってことですよね、はい、じゃあそれぴったりかどうかわからないですねじゃあそれでは早速聴いていただきたいと思います、はい、ジーニアスピージェーズでピープル。8月始まるまたセミの歓喜に蹴り、交わる街は人の賛否に競り合う、価値観と味わうことの忘却、意識の跳躍、どうなるかを想像する絵画の同じの坊や。例えば僕も戦争になれば人を殺すさ、終わらせるボタンに手を伸ばすその瞬間すらアシラフだ。知らぬ間に花や草を枯らすこの足かすが、どんな結論に至ることもできず人はいなくなる。最後の休日、意識する空気、紅を敷く夕日という日、理由になる住人、数時間前が愛おしいと思う今夜中に、単純に生きたいと願う風に祈る周囲、あんたが取引してるのは生命の尊厳だ、自らの血と骨と肉を売って歩く種の商人だ、後進がその感覚の秒針が死んだみんなには目もくれず、僅差でスキルブリンカン、曖昧に消耗する想像競争に生きる今日も遠のく応答しない夢と現実もとうとう燃えている、
見ると目の前の火に向かい犬が吠えているほど画面の向こうのあの死体にリアリティを感じないし前に対し投じない時代に飛来するイメージは死体に擬態は代々色になり徘徊する。今日は赤ん坊がため息をついてあんたから出たことを後悔し悪態をついてる。あんたは知らずの涙を拭いて言う。いつもの夜泣きよって怪しの部類で叫びを聞いて見に来る人が多すぎる。ギャーしかし遠すぎる当事者を区切る。確かに人には考える理由が必要。ピープル聞いていただきました。これ一応 YouTube とかでもミュージックビデオとか見れるんですけど、結構その、まあ、曲で聴いててもいいんですけど、その映像を見ながらだと結構景色のドローンとかで撮った景色の映像とかあって、うん、まあ、すごいなんかこう、あ、なんかか逆になんかそっちの方が歌詞が僕はすぐ入ってきて映像込みだと、はいはい、うんうん、なんかすごいだから、うん、なんかこう、あって思って聞かせていただいて、いやでもそのすごいあれですよね、なんかこのピアノのこのゆったりとしたメロディーの中にこう強いメッセージ性があって、すごいドンとくるものがありますよね。聞き入っちゃいますよね、うんうんうん、なんか歌詞を一つも逃したくないというか、逃しちゃいけない気がしてずっと聞いちゃいました。いや、嬉しいです、うん、ありがとうございます。じゃあ先に告知をそうです、ね、お伺いしようかなと思うんですが、はい、告知はそうですね、今年20周年ジニアスPJで迎えるんですが、はい、9月から連続リリースをしてまして、うんうん、5作品 連続リリースをしておりました、はい、第1弾があらかじめ決められた恋人たちへっていう、あのそのバンドフジロックにも出てたバンドとのコラボレーションシングル、うんうん、ファイヤーグローブ、ハッピーキャデラックファイヤーグローブっていう曲がまずリリースになりまして、うん、次にジニアスPJの4年ぶりのシングル、今聴いていただいたピープル、うんうん、そうなんです、めっちゃ時間かかったんですけど、そのピープル、その後にダオコさん、紅白歌合戦とかに出てダオコさんと一緒に作った World is Yours、でアベンジャーズ・イン・サイファイで、11月11日に、ホピというバンドとコラボレーションした、テーブルマナーという曲がリリースになります、うんうん、この5弾ですね。で、その20周年イベントの最後として、11月30日に渋谷 WWW で、20周年のアニバーサリーイベントが行われます、そうですね、こちらぜひ来ていただければなと思っております。はい、はい、その他ね情報とかも SNS の方で、はい、ジニアスPJs、PJs という感じで調べていただければ、カタカナで検索しても出てきますかね。さっき検索したら、はい、そうなんですか、はい、YouTube は出てきましたね。出てきましたね、YouTube は、はい、なのでぜひぜひ、はい、僕はちょっともうあのもう本当に映像を見ながら聞いてもらいたいと思います。ぜひぜひ。結構なんかその淡い色とかも結構なんかすごい、はいはい、はい、そしてそうですね、カリニューブからの質問もあります、はい、まずですね、マコマロから質問で、実はですね、黒田さんは、カレーを作るのが趣味というか、そうなんです、食べるのも作るのもとても趣味で、さらにそのスパイスを、はい、スパイスから作るってことですよね。そうなんです、本格的ですよね。すごくあの、うん、そうなんです、あの普通のカレーを作るときって、はい、よくあるレトルトとかルーそうですね、で作るのが普通だと思うんですけど、うんうん、あの今結構流行ってまして、うん、そのスパイスカレーっていうスパイスから作ってるっていう、うんうん、それがもうめちゃめちゃハマってまして作っております。で、なんかどれぐらいのスパイスを使うんですかと、あとどういったものが使われるんですか、うん、はい、これは絶対みたいなのがカルダモンっていう、カルダモンスパイスの女王って言われてるんですけど、スパイスの女王すごい情報量が女性だということは分かりました。なんか言われてる、はい、あ、それはあの香りがもうなんか気高い、あー香り、香り高いんですね、多分それから来てるんじゃないかな、うん、スパイスの女王、カルダモンとか、カルダモン、どれぐらい入れるんですか、うん、そうですね、でも量的には実はそんなに入れてなくて、食べた時にスパイスだってあんまり感じないじゃないですか、はいはい、最初にそれ炒めてみたいなことをやるんですけど、そんな量的にはまあでも5、6種類から多いやつだと10種類ぐらい入れます。へー、10種類って結構多いイメージですけどね、なんか僕らの中でスパイスってもうなんか七味唐辛子あ、でもあれでも7つ入ってますね。そうですね、
そっか、あれだ、1個のナッツいけた。確かに1個のカウントになってますけど。いやでもそう、なんか機会があったら食べたいですね。ぜひぜひです。あるんですかね、機会。持ってきます。そしてですね、あとアミティからの質問で、はい、そうですね、これはサモアさんにですけど、はい、なんか最近そのカリニウムのアミティっていう子がラップに目覚めたらしくて、はい、そうなんですよ。ラップをまあ歌いたいと、うん、ではいはい、その時になんかこう自分そのラップってでもなかなかこう練習方法がわからないというか、うん、なんかどういったことを練習すればその上手くなるのかなっていう、うん、これどうなんですかね、うん、結局その何も言えないんですよね、うん、練習方法ってないじゃない、うん、ないですか。でなんかじゃあやっぱり自分が言いたいことがあって、うん、言いたいことをこのメロディーであったりビートであったりっていうインストのものをじゃあ、うん、例えばかけた上で、うん、ただ大声で喋るだけでも、うん、それはもうラップといえばラップになると思うので。確かに言われてみるとなんか楽曲とかでラップが入ってても、はい、なんかラップの部分だけ歌う方が書かれてること多いですよね。そうですね、あの他の普通の歌詞のところは、うん、あのボーカルさんの方が入ってるけど、うん、ラップ担当の人が入ってると、はいはい、ラップの部分だけ自分で書かれてる。そうですね、うん、ですね、うん、なんか人を書いたラップっていうのはなんか、うん、ありますね。やっぱヒップホップマナー的な、うん、なんかその文化的なものですかね、うん、カルチャーというか、うん、やっぱそれは自分で書くものっていう。だからどちらかというとこう言葉を伝えるための、まあ、ツール。そうですね、なんか昔でいうフォークソングとかとやっぱり似てると思うので、そのポエトリーリーディングって言われてるものであっても、はいはいはい、僕もだから今回お話しして初めてそのポエトリーっていうジャンルを知って、はいはいはい、まあ、以前出ていただいたモロハさんとかは多分そういうっていう、はい、そのいわゆるその、リズムとか、にあの、まあ、忠実というよりかどちらかというとこう語りとか、そうですね、あの喋りに近いというか。そうですね、ただその歌ってる本人はリズムがあるんですよね。そうなんですよ、そこがリズムなんですよね。さっきもこの話ちょっとお話ししてたんですけど、はいはい、これすごい難しくて音楽的にリズムを合わせても違うんですよね、はいはい、そうです、うん、そうなんですよ。アミティとかあんまりリズム感ないけど大丈夫かな。すごい勉強になる話だけどこれすらちゃんと分かってるのかなって、すごいあの裏でがっついて見てるんですけど。いやでもそのなんかね、縦軸に合わせればいいわけでもないし、そうですね、そのね、あのビートに乗せることだけがっていうわけでもない。そうですね、そうそう、なんかビートに乗せるだけだとなんかちょっとあんまりねっていう感じになってますね。そうですね、多分ラップっていうものを初めてやるときってすごいラップ歌うことって恥ずかしいと思うんですよ、うんうん、あでもなんかどうやって歌ったらいいか分からなくなります、はいはい、急にカラオケでラップの部分がもし流れてもみんななんか歌わない人多いじゃないですか。そうですね、恥ずかしいからその一人です。だからなんかまず振り切ることですかね。振り切ること、大きい声で言ってみるみたいな、それぐらいしかできないですね。アドバイスというかアドバイスかどうかも分かんないですけど。でもいやでも結構それでなんかピンときた人が多分そういう道に進むんだと思います。そうですね、ありがとうございます。なるほど、はい、すいません、もうちょっとお時間が。そうですね、早いもので、はい、でもですね、最後にもう一曲聴かせていただけるということで、はい、あの先ほどお聞きした、うん、あの次の曲はですね、ラオコさんとのコラボした曲で、はい、どういった楽曲になってますでしょうか。そうですね、これ、はい、先ほど の第 5連続リリースの中の一つなんですけど、はい、リリース自体は結構実は前にしてまして、うん、いろいろな事情でなかなかサブスクでリリースできなかったんですけど、今回リリースをすることがようやくできてまして、うん、できまして、先ほどシャモアが言ってたあの生きる死ぬっていうところがかなりこう言葉の中のテーマであって、自分からあまりこういう詩を書いてくださいっていうのをジニアスピージェーズが言ったことがなくて、この曲だけ唯一そのシャモアとあとダオコちゃんに、こういう内容、その時に結構自分が作ってる時にあの思うことがたくさんある時期だったので、こういうテーマで書いてほしいっていう
こと初めて言って、多分今後も言うことはもうないと思うんですけど、うん、それであの2人に書いてもらった詩とあの自分が作ったトラック曲を合わせてこの World is Yours っていう曲ができました。そうですね、そういう曲になります。はい、ありがとうございます。ということで本日は、ジーニアス PJs さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではお聴きください。ジーニアス PJs さんで World is Yours。カリニューブの部活動、イエーイ。はい、こちらのコーナーは応援ユニットカリニューブがたくさんのアーティストを応援するべく、タヤキャプテンからの指令を達成し、そして時には無茶ぶりに耐え、部員として成長していこうというコーナーです。では早速部活の内容を発表していただきましょう。はい、キャプテン、今週の部活内容は、はい、2020年もあと2ヶ月、うん、今年中の目標を決めよう。ということでですね、もうあっという間です、2020年、2が続かれますけど、2020年あと2ヶ月、残すところ2ヶ月でございます。はい、で、うん、そろそろ、まあ、2020年中に、まあ、やっておかなきゃいけないことあったんじゃないのかなということで、はいはい、それをちょっと発表していただいて、まあ、年末にちゃんとできたかどうかを、まあ、検証しようじゃないかというコーナーになっております。なるほど、はい、はい、じゃあ、カリニューブにはみんな考えてきていただいたので、はい、考えてきました。誰からいきますか。じゃあ私からいきます。はい、じゃあお願いします。どうぞ。私の目標、はい、2020年を楽しむ。おー余裕やん。これ落ちだったかもしれない。やばいかな。まあでも結局これだよね。いや、そうなんですよ。なんかコロナもあって自粛だったから、うん、もう今年めっちゃ早く感じてて、うん、いつもより、うん、もうあと2ヶ月しかないなら楽しむしかないなっていう。確かに。まあ、GoTo とかもいろいろ始まったので、そういうのとかも利用してなんかやれたらいいなって思ってます。まあね、なんか来月こそは来月こそはみたいな言ってたら、もう気づいたら、うん、そうなんですよね。いや、ちょっとこれ順番違ったな。嘘やろ。最後だったな。じゃあもう以上で。以上で。あ、終わりで、終わりで。終わりで。次は誰が行くとか。もう辛いじゃないですか。高いぞ。私が。いや、行く。大丈夫かな。大丈夫かな。で、はい、大丈夫だよ。じゃあ、まこまろちゃん。はい、私の残り2ヶ月の目標は、うん、透明感あふれる有村架純さんみたいになることです。え、あと2ヶ月で、あと2ヶ月でなります。絶対無理じゃない。え、なんで無理って言うんですか。かすみに透明感ってやっぱり持つ人が最初から持ってる。いやもう前提、前提なんですか。え、まあでも結構有村架純さんに似てるねって言われることが、うん、はい、あ、でも確かに、うんうん、私前田なっちゃんだと思ってるんですけど、うん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 、なんかいろんな人が混ざってるらしいんですけど、うん、透明感は諦めた方がいいと思う。だから逆になんか透明感出すいい方法ないのかな。透明感って、はい、なんか透明感って難しくないですか。なんか持とうと思って持てるものじゃないし、なんか色気みたいなもんですよね。だから、まあ、そうですね。そう、うんうん、なんだろう、透明感、うん、私はとっくに透明感諦めてるんで。はい、でもキャラクターとかもあるんじゃないですか。それもあると思います、うんうん、なるほど。透明感か、2ヶ月で絶対、ね、え、逆に何したら透明感出ると思う。
マコマル的に白くする、白くする、白くする、だから物理的な話でね、物理的だったらいけるかもしれないね、なんかこう透明になる、なんか近づく、透明に近づいてくちょっとね、色白になるなんかクリームかなんか使って使って2ヶ月もいらないじゃん、あ、いらない、すぐできます、じゃ来週にもう結果発表で白塗りして、なるほどね、そういうことなんだな、はい、はあ、なるほど、わかりました、はい、続いて、はい、大鳥、大鳥、大鳥私はショールームでタイトル付きのイベントを2回勝ち取ることと、うん、ラップができるようになることです。おお、まあ、ちょっとまず上の方行こうか、あ、ここでもね、2つ出してくるっていうのがね、確かにね、ちょっと、うん、まあ、だいたい何個出すとかは言わないですけど、だいたいこういう時って1つじゃないですか、そうですね、言わずもがなのか、私が今年の3月から、うん、芸能活動始めたんですけど、うんうん、今3回ね、イベントで勝ち取ってお仕事とかをさせていただいて、うんうん、なのであと2回で、うん、もう年内に5回は、うん、なんか お仕事をさせていただけたい、うんうん、来ただと思いまして、いただき1ヶ月に1回ベースか、え、ってことになりますよね、そうですね、はい、できれば、なんかわかんない、ショールームってもっといけないの、なんか20ぐらいいけないの、いや、20ぐらいいけないよ、いや、今年10は無理、わかんないけど、わかんないけど今回に、さすがに無理、ちょっとイベント2回いけたらちょっと目指そうかなと思うんですけど、はい、あともう一個はラップが、これはもうラップがさっきだって、もうそうなんですよ、このアドバイスいただいたから、はい、めっちゃでかく書きました、メモしました、いや、ちっちゃくない、ちっちゃいの、いや、ちょっと文章がでかくなってしまって、はい、アンディラップやりたいんだね、最近でもすごいラップしてるんですよ、ラジオの帰り道で練習してますよ、いつも、ね、お題くださいって、隣でヨーヨーってずっとやってます、ヨーヨーってとこがもうダサいじゃん、ヨーヨーっていつもや、ほら今さ2人でさ歌って見たとこやってます、やってます、だから後ろにこうやってそこにしか目いかなくなっちゃうね、コンテンポラリーみたいな感じそうそうそう、ラップなんかかっこよくラップしたいんですよ、うん、でも、うん、なんか最初は音楽とかなんか作曲とかするときは何でもダサいって言うじゃないですか、あ、なんか最初は、うん、全部な、うん、誰でもダサいよみたいな、うん、だからもうダサさをもうまずは出していこうと思って、うん、で、うん、まあ、結果的にかっこよくなればいいじゃんと思って、あ、うん、おえ、ラップは本気なんだね、え、本気ですよ、私ね、結構おふざけだと思ったいや、本気なんだなって思った今、まあ、2人のほら、今上げてる動画あるじゃない、はい、あれに入れたりとかしたらいいかさん、自作のラップ一回やってみたら、あー、いつですか、今ですか、え、なんか、うん、今できるんだったら聞きたいけど、いや、じゃあ私ピアノ弾くからあ、見てそこにラップ出せてもらって、仮にも年末にラップバトルやる、ラップバトルやりたい、やりたい、やりたい、私別にラッパー目指してないんですけどだって絶対お嬢入ってこないですもんでも本当に聞きたいですね、自作のラップ、うんうんうん、やりたいです、うんうん、もうすごい頑張ります、気合入ってる目が本気なんですけど本気本気なんだね、本気のアミティが、いいじゃんいいじゃん、うん、まあまあ、ちょっとそのうちじゃアミティに自作ラップ見れるんですかね、年内にどっか歌ってみたかなんかで、ああ、ここで発表でもいいです、まあ、でも、コンチさんも2020年どうですか、あ、目標ですか、うん、なんかもうやっぱ結構あっという間に過ぎちゃいましたけど、そうですね、私は2020年残り大いに楽しむですかね一緒ほら、だからやっぱ落ちたんだってこれ一番最後だったよ、これでも結局これだよね、いや、もうここにたどり着くんですよ、本当にやっぱなんかもう2020ね、もう2020年楽しかったねって思うのを、うん、このあと残り2ヶ月でどれだけ頑張れるかっていうか楽しめるか、もうなんか今のこの時期、うん、少しずつ何でもウィズコロナの新しいスタイルにいろいろなってってるじゃないですか、だからもうコロナだからってならず、うんうん、コロナでも
ていう域になったらいいなと思って、ね、そうそう、負けじと。でもコロナだからこそ楽しめるものも多分あると思う、いっぱいあるんで。だって俺も多いですもん、ね、コロナにならなかったらこんななんかあの家でパソコンでゲームとかやらなかったもんね。うん、新しい発見、ね、あと YouTube とか、とかあと映画とかやっぱものすごい見たし、こんな見るかっていうぐらいですもんね。で今まで本当はできてたんだろうけど、なんか時間がないっていうのを理由にしてやってこなかっただけで、だコロナのおかげで気づけたこともあるし、なんかちょっと急に真面目になりましたね。いやでもまあ、ね、2020年楽しんでいきましょう。はい、楽しんでいきましょう。残り2ヶ月、本当に2ヶ月ですよ。はい、そうですね。いやだって知っとる。あ、そっか。いや、そっかじゃない。やだ。そうだ、12月誕生日ですよね。うん、違う。あれ違う、12月ですよ。嘘だよ。あれ12月、1月ですから。そうですよ。あ、で、こっち2人2月です。2月。トンで。あれあら、アミティはもうね、迎えちゃった。あれ、3月だったかな。あれ3月、3月誕生日変わるか。3月か。3月かな。というわけでね、残り2ヶ月もアーティスト演舞楽しんでいきましょう。はい。ということで、はい。今週の部活動はここまで。せーの、おつかりニューブ。はい、ここでカリニューブからのお知らせです。はい、まずは私からのお知らせです。私今ショールームのイベントに参加しています。秋葉原にあるモーガっていうタピオカ屋さんのイメージガールのイベントで、11月11日までのイベントになってます。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてカリニューブからのお知らせになります。私たちカリニューブは頑張っている皆さんを応援しています。この赤と黒のパーカー姿を見かけたら気軽に声をかけてくださいね。みんなが誰かを応援すればきっと世界は頑張れる。そして番組終了後8時半からショールーム配信をします。放送内ではお伝えしきれなかった本日のゲストジーニアス PJ さんの魅力も私たちがさらにお届けいたします。お楽しみに。以上カリニューブのコーナーでした。はい、ではそのままエンディングいっちゃいましょうか。はい、はいはい、ここで番組からのお知らせです。アーティスト応援部では番組に出演したいアーティストを募集しております。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、センター線は問いません。応援したアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部、もしくは a-ouenbu.com で検索してください。よろしくお願いします。はい、そしてホンチーさん、はい、今日番組の前までやってましたけど。そうです、ベトナムフェスティバル2020の MC をやってから今日ここに来たんですけど、はい、明日も朝の10時から、はい、そこ、ほんとすぐそこの、はい、代々木公園イベント広場にいて、ベトナムフェスティバル2020の、2日目が行われますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。私の出番は11時後半ぐらいなんですけど、はいはいはい、あのイベント自体は10時からやってるので、うん、ぜひ皆さん遊びに来てください。ベトナムのいろんな食べ物とか。そうです、物価とかいろいろありますから、ね、今年のなんか本地さん的なあれは目玉はどこですか。いや私今日バインセオっていうベトナム風お好み焼き食べようと思ったんですけど、もう長蛇の列で全然食べれなかったので、明日こそそれ食べたいなと思って。なんか恥ずかしいんですよね、普通に並ぶのが。なんかジロジロ見られるので、ああさっきまでステージにいたやつだみたいな。だから誰か代わりに買ってきて。今日ベトフェス帰り の、 あのお客さんがたくさん来てくださってるんで。いやダメです、自分じゃないと。自分で買います。ちゃんと自分で買ったものをね、やっぱこの時期だからね。あ、そうですね。そうそう、だから、皆さん明日は行列でフォンチさんを見つけたら指さしてあげてください。そして来週ですね、はい、ショールームスペシャルなので、はい、はい、皆さんこちらの方も楽しみにしていてください、はい、なので僕がいなくなります。ドローン。はい、ということで話はつきませんが、はい、そろそろお別れの時間となります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。バイバーイ。やり直せるよ、もう一度言いたい放題で笑い合って駆け回ってた日々には、嘘なんてなくて時に残酷で、oh, 真実だけがあった。刻まれてる傷の深さが勲章なのだとしたら、少し誇れ